おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1051です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、AGP、こちらを紹介したいと思います。で、今回紹介するね、AGP は、今回紹介するキャラクターがちょうどなんか誕生10周年なのかな？まあ一応箱の方に書いてあるから多分そうなんだと思いますけどね。まあそれを祝してなのか記念してなのか。で、さらに今 AGP のね、美少女プラスメカというね、コンセプトを元に作られたという、そういうやつを紹介したいと思います。それがこちら。じゃん。はい。こちらですね、 AGP アーマーガールズプロジェクトより、スーパーソニコ with スーパーバイクロボテンスアニバーサリーバージョンってやつですね。なっげ名前が、はい、ここに書いてますかね。で、一応ここのところで英語表記プラスなんですが、ここに書いてますね、アーマーガールズプロジェクトスーパーソニコ with スーパーバイクロボテンスアニバーサリーバージョンというやつです。はい、箱の大きさとしては今までのね、紹介してきた AGP それと大体似たようなサイズかなと。で、一応こちらのところにこれですね、書き下ろしイラスト、クリアファイルが入っていると。どれぐらいの大きさかは分かんないです。これいっぱいいっぱいなのか、これぐらいのちっちゃいやつなのか、まあそれを開けてみたら分かるかなと。で、一応このテンスアニバーサリーということで、多分ソニコ誕生から10周年なんだろうというふうに私は思っております。特にそこまで詳しくはね、ないんですけどね。で、ソニコ自体は以前、フィグマのね、フィグマの方で、紹介しております。普通のトラパーカーと、あと水着バージョンが2つかな。で、1個はそのアニメですね。アニメのブルーレイの特典でついてきたやつ。で、もう1個は普通に一般だったか、オンラインショップ限定だったか忘れちゃいましたけど、まあこういう風に全部で一応3体紹介しております。それ以外で固定フィギュアは多分ね、紹介してないと思うんですけどね。まあ基本的に稼働ものというものとしては紹介してるという感じですかね。はい。一応パッケージがこんな感じ。側面はこうですね。普通にスーパーソニック、ここ字が書いてあると。で、裏の部分でこういう感じですね。一応こちらがバイクロボモード。そしてこちらにバイク。そしてまあ単体ですね。ソニック単体という風に全部で3パターンある意味ね。ソニック単体とバイク。そしてこの2つを合体させたロボアーマーモードってやつですね。こういう風にできるよという感じみたいです。で、一応こちらに書いてますね、10周年を迎えたスーパーソニコちゃんが AGP のキャンペーンガールに就任ということで、やっぱりソニコの10周年記念みたいな感じですね。そして反対側と、これが上ですね。で、下と、まあ、下の部分が一応こういう感じになっていると。はい。一応こういうようなパッケージになっていますという感じですね。まあ、今まではね、AGP と大体コンセプトは似てるんですけど、前に紹介したやつだったらセイバーとかね、あとはカンコレシリーズと比べてなんかやっぱりね、女の子寄りしてる感じが非常にあるかな。で、さらにこのね、このバイクアーマーモードということでちょっとメカメカしい感じもなってるというね、このアンバランス感がいいのかもしれないですね。はい、ということでこちらですね、こちらケース、ここから開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。ソニコ本体と固形の表情パーツが手首パーツ。そしてここに入ってるこの2つですね。これはバックミラーみたいです。ちょうど光の反射でちょっと見えないと思いますけど、一応ここのところをね、この角のここのところに、バックミラーが入ってると。で、ここのクリップパーツと、これが爪の部分ですね。こちらランナーから切り離して使用すると。で、支柱が3本。ベースがちょっとわかんないですけど、1枚かな。で、バイクモードというかもうバイクが1個ゴンと入ってると。私の予想ではこのバイクは本当にバラバラの状態。あの先ほどあのケースのっていうかね、箱の裏のところに乗ってた、ロボアーマーモードの時のちょっとね、下の方にちょろっとね、パーツのバラの状態でちょっと乗ってたんですけど、そのような感じで入ってるかなと思ったんですけど、しっかりバイクで入ってましたね。なので最初からね、このケースから出せばもうすぐ乗せて遊ぶことができるという感じみたいです。で、説明書がこういう風に入ってて、なかなか珍しいフルカラーというね、こういう風になってて、えいやと、こんな感じですね。フルカラーというのはなかなかいいんじゃないですか。で、ここに表情パーツ一式が全部載ってて、まあ、表情パーツの交換方法とか、支柱ですね。ここ見てください、この支柱。ここですね、スーパーソニック本体のディスプレイの仕方。これですね、背中に穴が開いてるみたいで、ここと支柱をつないで台座と。で、こちらの支柱を直接背中にブズッと刺す方式。これは最近紹介しました。マクロスデルタの2人、フレイヤとミクモですね。この2人で採用されてたシステム。っていうかまあ基本的にフィグマと同じ感じと思っていただければいいかな。これがやっぱりね、いいんですよね。クリップでこう挟むと、どうしても足で滑ってこうツルンツルンっていう可能性があったり、ガタガタするんですけど、この差し込みだとピタッと決まるんで、これが非常に私は好みですね。
で、バイクモードがこうなってて、まあ、こう、ハンドルというかね、グリップを持たせてからミラーをつけるという、ちょっと特殊な感じなのかな。で、一応、片足を地面につけますって乗ってるんで、両足乗っけることができるのかできないのかって、ちょっとそれもやってみたいと思います。で、一応、こちらのロボモードの変形と。まあ、これはロボモードは次回にしたいと思っております。で、裏側だね。まあ、パーツをいろいろガシャガシャっと変形させて、最終的に装備させるみたいな。はい。一応こういう感じで、ディスプレイパーツ、ディスプレイ B、ディスプレイ A ということで、なんかいろいろとなんかできるみたい。はい、それもね、次回かな。はい。そして、箱の方に書いてありましたクリアファイルですね、特典の。それどこにあるかというと、もうここのある意味います。それはこの裏ですね、こいつです。ここのところに、もともとね、中紙はないんですけど、これが普通に入ってて、ここのところですね、こういう上のところっていうか、ここのところがテープで止まってると。で、こいつを、はい、切ってあげて出てくるのがこういうことですね。はい。まあ、こうですね。先ほどのあの箱のパッ、あのイラストですね。あれと同じですね。で、裏側が非常に分かりづらいんですけど、一応ソニコのマーク。画面で見ると分かりやすいですね。肉眼で見ると、どうしてもこちらのね、裏のイラストがちょっと透けちゃってるんで、ちょっと見づらいんですけど、画面上で見るとちゃんとね、ソニコのマークがはっきり見えますね。一応こういうのが特典でついてきております。はい。ということで、こちらですね、パーツ一式、このケースから出して並べていきたいと思います。はい、パーツ一式並べ終わりました。ベースと支柱、そしてクリップですね。で、交換用の手首と交換用の表情パーツ、バイク本体とバックミラーですね。そしてソニコ本体というふうになっております。で、察しのいい人は分かると思いますけど、こちらのベースとこちらの支柱とクリップ、これはもともとついてきてるやつではないです。切り取るとね、こっちがちょっとばらけちゃうんで、ちょっとね、もったいなかったんで、ちょっと持ってる魂ステージのやつを持ってきました。実際はまあ付属してるんで、それを使えばいいんですけどね。一応ちょっと私は持っているということで、こちらの部分の切り離しはちょっと省略させていただきました。一応こういうようなセットになっております。ということで、パーツ一式ちょっとね、手前の方にザザザっとちょっとまず寄せちゃいますと。はい。一応バイクの方ね、ちょっと寄せちゃいまして、はい、ソニコ本体ですね。はい、こちらです。まずこの状態でぐるーり回しますね。はい、こんな感じです。で、ま、今ね、先ほどね、言った通り、こちら、もう背中にもちょっと開いてるんですけどね、この背中は多分ロボモードです。ロボアーマーモードか。それの時用の穴だと思うんですけど、こちら、腰にも穴開いてます。腰っていうか背中だね。ここのところに支柱を取り付けれるということで、ちょっとね、こう穴が一箇所出ちゃうんで、フィグマとかと同じく穴開いてるんで、ちょっと見栄えがって話にはなるんですけど、これによってね、支柱化させるんで非常に良い点なんですよね。はい。ということで、可動範囲いきたいと思います。まあ、とりあえずまず頭部ですね。頭部まずそのまんまで動かすとこういう感じですね。はい。で、ちょっとわかると思いますけど、ここの髪の毛、実はこれちょっと柔らかめです。なので、こうやってボディにこう当たっても、まあ、とりあえず問題はないかなと。ただ、ちょっと柔らかいと言っただけなんで、結構ね、先端で髪、この辺、胸とかね、肩のこの辺とかをちょっと傷つける。また逆にこの髪の毛の先端、これが傷ついて、先っちょね、丸くなっちゃう可能性もあるんで、ちょっと注意が必要かな。で、後ろ髪なんですけど、先ほどこの穴を露出させているというかね、見せるためにこう動かしたんで分かったと思いますけど、ここ動きます。真ん中の部分はちょっと柔らかい感じかな。一応背中にこうやってすれば A って入ってるね。一応 A って書いてるように見えるかな。ここですね。はい。で、これ根元の部分にこれジョイントで入ってるんで、ちょっとね、外に広げたりとか内に寄せたりとかね、その辺の調整もできるようになっております。で、下がこうですね。で、上がこうです。これ何が言いたいかというと、頭部の中に入ってるジョイントだけだとここでこうなんですけど、実は首の根元もこうやって動くんですよね。要は首も二重関節になってるんで非常に動かしやすいです。ただちょっとね、まだ出したばっかりっていうのもあるんで、結構ギシ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 言ってますけど、うん、ちょっと固めな感じはしますけど、こういう風に動く点は非常に良いと思います。で、ついに腕ですね。一応水平がまあこんなもんかな。で、一応ぐるっと回せると。で、こちらのこの肩の白いやつは、このボディ側につながってるんではなく、腕のジョイントというかこの辺を覆うような感じでついてるんで、まあ問題なく動かすことができると。ただ水平ちょっと弱いですね。で、二の腕のここでロールすることもできます。ただなんか中で動いてる感じがするんですよね。で、肘が一応二重関節っぽく見えるんですけど、
そんなに動かないって感じかな。まあこれが限界、90度よりは曲がってますね。はい。で手首はここのところにジョイントが入っているので、ここでまあ向きの調整をすることができると。ちょっと渋めです。はい。一応水平、水平っていうかね、両方とも同じなんでこれぐらい水平にすることができる。でボディの可動はここですね、胸部の胸のここの部分と腰の部分で動かすことができると。はい。ただちょっとね、この黒いやつがこの白いね、肩のこいつと擦れた時に、擦れた時以外もあるね、こうずっと密着してたらもしかしたら色移る可能性があるんで、もしね腕をこう閉じたまんまとかケースに戻す際、その時に、常に接触すると色移りの可能性があるので、そこね、保護するような感じでビニールとかなんかを巻いておいた方がいいと思います。で次に足ですね。足はこれが限界かな。腰がこう一段下がってとか、こう根元のジョイントでっていうのが特にないので、水平がこんな感じ。前は出るけど後ろがやっぱり弱いですね。でもものロールも特になしと。はい。で足は二重関節かな、そう見えるだけっぽいね。やっぱりこういう感じですね。で足首にここにジョイントが入ってて、こういう風に稼働させることができると。でここ珍しく普通のプラ同士の噛み合わせではなく、プラ同士を噛み合わせた中心に金属を通すっていうね、ちょっと強固なパターンかな。でそれのおかげで結構ヌルヌル動く感じですね。ちょっとプラ同士だとね、あの摩擦がちょっと強いんだよね。でそれによってあのピンがねじ切れるとかね、その可能性があるんですけど、今回これは問題なさそうですね。であと一個気になったのはこの腰のベルト、ここのねソニコのマークが綺麗に入ってたりとか、このベルトのこういう部分はいいんですけど、安定感がないんで知らないうちにこうやってくるっと回って後ろ向いてるとかね、なんかこの辺がちょっと気になるかな。これピタッとあの接着ではないんですけど、なんかで止まっててもよかったんじゃないかなって思うぐらいちょっとくるくる動きすぎかもしれないですね。はい。一応ソニコン本体としてはこんな感じです。でぐるっと回してこちらですね、ここのピン刺す穴のところに支柱を用意して、ここにブスリと。はい。でこれあんまり上にありすぎると、こう差し込んだ時のここの丸みですね、この丸みでここが変な形になる可能性があるんで、こう挟み込まないようにちょっと注意しつつ、こう取り付けてあげて、こちらのところに台座ですね、これを用意してブスリと。はい。そしてギュ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 ッと調整してあげると、はい、こんな感じで立たせることができると。はい。やっぱこれ楽なんですよ、やっぱり支柱でこう背中にブスって刺してこうやって調整するだけなんで非常に楽です。でこの立たせ方が嫌だったら、ここの間にこれですね、クリップのこれを使って挟んであげることも可能なんですよね。そのままギュッと、それでもいいです、従来のやり方ができると。ただそうすると先ほども言った通り、こうグッと挟んだ状態でやると、結構腰がね細いんでクラ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 する可能性があるんですよね。これだとこうやって振っても全然崩れないですね。はい。これがね差し込み式とクリップ式の違いって感じかな。はい。で、付属品なんですけど、まあ、交換の表情パーツですね。一応まずこちらのこれを外してあげるよと。で一応ねこれを先に取るみたいなんで、うわこうですね。で今うわって言ったのは割れました。ここわかるかな、中央部分にひび入って割れちゃったんですよね。要は最初のうち多分ね、ペッタペッタなのかもしれないですね。なのでここのところ外すときに失敗すると私のように折ります。まあ、一応こうやって外しましたら、前髪を同じく外して表情パーツを外すと。はい。そして一応こんな感じですね。でここのところに表情パーツをつけていくと。で一応種類が全部で4種類ですね。こちらの右目線、こちらの左目線、このような表情パーツとこのような表情パーツというふうに全部で4種類ありますね。それのうちのこっちにしようかな、左目線の口開けて、まあ、笑ってるって顔かな、これを用意しまして、表情パーツをここにブスリと。はい。そして前髪を差し込んで、この状態でこれを元に戻してあげると。はい。やっぱりね割れたせいでね、しっかりと刺さりはするんだけど、やっぱ安定感が悪いね。まあ、一応ついてもこうやって違和感なくつくんでね、これはちょっと接着してちょっと修理したいと思います。はい。一応こういう風にね表情パーツ交換することができました。であと手首ですね、手首パーツを交換するんですけど、まあ交換方法はいつもと一緒ですね。普通にここから手首をこのように取りまして、一応今平手にしようかな。
で、これをそのまんま、プチッとつけると。で、ここの手首のこれって別パーツだったんですね。ちょっとね、くっついてて、ワンパーツだと思ってたんですけど、これ別パーツでしたね。一応これをここのところにプチッとつけてあげたら、はい、交換完了と。で、ここも回りますと。だから反対も同じなんですね。ここも、やっぱりくっついてただけでやっぱ外れますね。一応ここは、くるくる回るリング状になってますね。一応交換方法としてはこんな感じです。はい。これで交換できましたよと。これで一応、ソニコ本体はこれで完了というふうになります。で、次に一応バイクの方ですね。それがこういうふうにありますと。で、こちらのバイク、ここのところにステップあるんで、これをこうやって起こしてあげて、こうですね。このように、まあ、立たせるっていうか、置くことができるよという感じですね。で、これ、こういうふうに回したいんですけど、タイヤ自体は回らないです。こうやって見ていただいたらわかるかな。ここの、これをね、押さえながらで回るかと思ったら回らないですね。なので、こちらの、これを見ていただくとわかるんですけど、タイヤを動かすと一緒に動きますね。前も同じですね。前もここのところで、これをサイドで押さえながら回しても回らないんで、やっぱりタイヤ自体は回らないんですね。なので、こいつは実際これぐらいちょっと上に上げておくのが正しいみたいなんですけど、これで回らないのが確証しましたね。はい。で、一応ここのところに AGP ですね。ここね、G 切れてるんですけど、アーマーガールズプロジェクトっていう風に書いてるところの一応これ AGP。そして反対側、前面側ですね。前面側のこちらのところに10周年ですね。テンスアニバーサリー、スーパーソニックを10周年ですね。テンスアニバーサリーという風に、こちらには、そちらが、まあ、こちらには、そういう風に歌ってるという感じですね。だから、こっちとこっちが同じものではないっていう違いがしっかり出てるという感じですね。で、上から見ると、こういう感じと。はい。いかがですかね。まだここにね、ミラーさしてないですけどね。一応こんな感じです。ハンドルも特に切ることはできないですね。下手に切ると根元から折れます。で、タイヤも回らない。ただ一応ステップがあるんで、こういう風に立たせることができるという感じです。ではですね、最後にソニコをね、乗せて終了したいと思います。まず乗せるためにはこちらのソニコから台座の方を取ってしまいまして、手首を交換するよと。で、このグーは使えないんで、グーを外して、このね、丸い物持ち用の手首、まあ実際ハンドルというかこうグリップ持つためのものなんで、これをくっつけて、まあ、準備しますと。で、反対もね、今平手つけたんで、これも同じく外しまして、こちらのところにこれをつけると。で、AGP シリーズは多分ね、問題ないと思うんですけど、手首ジョイントがね、ちょっと壊れやすい可能性もあるので、そこに関してちょっとね、取り付け、まあ取り外し、ともにちょっと注意する必要性がありますと。そしたら、ちょっと足を広げて、前方向に出して、まあ、座れるっていうかね、その、マウント状態まで一応持ってって、腕の方も前出して、一応こんな感じかな。だいたいイメージとしてはこんな感じの、まあ、スタイルにしてあげて、ここのところに座らせまして、で、まあ、ハンドルの方ね、こう、グリップか、をこうやって手をね、こう持たせますと。はい。で、この状態で、足ですね。足をこう伸ばすと、はい。わかりますかね、これ。このように、バイクのね、本体とこれ、足のところがね、全然合わないんで、普通に行っちゃうとこうやって、足がね、こう V 字にビヨーンってこうなっちゃって、しっかりここのところね、足乗っけられないんですけど、実はですね、本体の稼働の時に、実はちょっと紹介してなかった、ここの腿のロールですね、ここ実は動きました。で、これをこう動かすことによって、足をこう内側にこうやって曲げることができると。はい。このまんまじゃ届かなかったのが、こういうふうにね、調整することができると。で、内側に足を曲げることによって、こうなって、足首をさらにひねると。で、つま先伸ばしたりしてあげると、ここのところにぴったりこうね、乗っかるんですよ、これちゃんとね。なので、反対側、これも同じくロールさせて、足曲げて、足首の辺あたりをね、こう調整してあげると、はい。こんな感じで座らせることができると。で、それに合わせて、腕ですね。腕のこの辺とかを調整してあげると、自然な形にできると。で、今この状態だと、ちょっとね、頭が前傾にいってるんで、ちょっとグッと、起こしてあげて、頭部をこうやってね、してあげると、こういう風に正面向けると。今ちょっとね、左目線つけてるんで、こんな感じになってますけど、しっかりとね、バイク、こうやって乗せることができると。で、一応こういう風に形ができましたら、ここですね、グリップの側面、ここのところで穴があるんで、ここにバックミラーですね。これが2つついてるんで、これをつけてあげますよと。で、ちょっとね、ちっちゃいパーツなんで、これ、取り付けるときにね、折らないように注意が必要と。で、
反対側も同じようにして、ここのところにブスッと差し込んであげると。はい、一応こんな感じです。これでバックミラーもつけて本体をこうしっかり乗せたと、こういう風にできますよと。一応こんな感じで、まあバイクに乗った状態ですね、こういう風にできますと。ただ一点やっぱり気になるとして、やっぱりタイヤですね。これどうしてもね、後々ね、紹介するロボット形態といいますか、ロボアーマーモードですね、そちらの方の関係でこれタイヤ回らないのがちょっと残念かな。動かすとこうやってね、グイグイ動いちゃうんで、ちょっとね変形関係が絡んでくるんで、タイヤ回らないのがちょっと残念は残念なんですけど、一応こんな感じね、しっかりと乗せることができます。ただちょっとガニ股になっちゃうね、それがちょっとね気になっちゃうかなという感じがあるので、普通にまっすぐ足がシュッと伸びた状態でも、こうやってまっすぐ伸ばしてもねいけるような状態だから、バイク本体がもうちょっと内側にこうへこんでるみたいな、反対もね、そういう風にしてる方が逆にね、横から見たら自然なんですけど、正面から見ちゃうとね、どうしてもガニ股になっちゃうね、ちょっと気になるかなという感じですかね。はい、一応こんな感じで、スーパーソニックを with スーパーバイクロボ10th アニバーサリーバージョン、こちらの方のまず開封と、このソニック本体、こちらの方の稼働、あとは手首パーツの交換とか表情パーツの交換方法ですね、このヘッドホン破損注意ですね、それとあとバイクの方の詳細というかね、ざっとお見せした後と、最終的にこう乗せた状態、こちらの方の紹介をしていきました。はい、ということで次回ですね、次回はこちらのバイクモード、これを変形させて、ロボアーマーモードで、さらにこれを分離することによってディスプレイの AB っていうのがあったみたいなんで、そちらの方で、ちょっとやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイ。